入れ、もたもたするな。話せって、今ならまだ間に合う。お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか分かっている。だから人違いなんだって。ここから出してくれよ。隊長、確かにリストより1名増えています。構わん、漏れがあったらかえって面倒だ。奴らの内通者は一人たりとも見逃せん。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。計画通りに行くぞ。お前、俺についてこい。人混みに紛れたら思い切りやるぞ。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている。奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。あっ！あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？そうかい、覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。
俺らには関係ないって。姉御、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白いやつでさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。このままじゃいけません。
カール、気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。分かってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。怒ったよ。私やりました。そう。頑張らなくっちゃ。次のターゲットはドイツだ。くらえ。この程度かよ。次は私の番。ちどうも。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。私に任せて。そうね。次のターゲットはドイツだ。何でもね、俺がいるからには当然の結果ってことだ。これより王国軍はここを封鎖する。ボートは一人でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼むから出してくれよ。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し
我が軍の使徒を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。命尽きるまで屍の山を築こうぞ。弓隊構え。やっと起きたか。よく寝るやつだにゃ。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ昼寝の時間だにゃ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。でまだその願いを覚えているかにゃ。大きく出たにゃ人間。あれを見なさい。あれは道しるべ。君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。ほほん、適応が早いにゃ。とはいえまさか一人で混沌の海に突っ込むつもりかにゃ。やれやれ、
もう一回助けるのは勘弁してほしいにゃ。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。もし思い悩んで迷ったら、クラクラする。あれ、あなたは。あの、私たちは確か縄文で。え、ここってまさか天国？ファカールは？初めてにしてはなかなかやるじゃないか。天国の猫ちゃんは喋れるんですね。いやー、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。あの道しるべまで行けばみんなを助けられるんですか？端的に言うとその通りだにゃ。しかし簡単ではない。何せ混沌の海にはたくさんの。あなたを信じます。みんなを助けられるならどんなに小さいチャンスだって掴んでみせるよ。よーし、それじゃ面倒な説明は抜きにして出発だにゃ。
だやれます。ひとこにゃ。混沌の海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的な価格、他にはにゃいぞ。